落ちてきた時にやっぱりちょっとね気が緩んだかスペースがちょっとできて回される部分も多かったし、しっかり守れてればいいんですけどね、その後でもそこで失点をしちゃったんで、うん、まあ、もうちょっと楽にいける試合かなと思ってたんですけど、うん、月曜日に僕子供生まれまして、あ、はい、それでまあ、あの点入ったらやってくれるって言ってたんで、はい、一番でかいですけど赤ちゃんになってきました。赤ちゃん、はい、素晴らしいロングパスでしたねあれはもう完全に順から見えてきて、そうですね、まあ、こう見えたんで、はい、ちょっと体勢悪かったんですけど、まあ、出れました。ドンピシャでした。ドンピシャでした。決めてくれてよかったです。じゃあ杉本さん欲しいですね、はい、頑張ります。じゃあもう一つ上を目指して、はい、頑張ります。普通あれですか、子供さんに報告ですか。子供さんに報告しておきます、まあ、明日になると思うんですけど、はい、お疲れ様でした。